ちょっとここらでさすがにパレッタさん使っとくか。なんかもう、一回も使ってなくてかわいそうだからな。さすがにもう、差別してると言わざるを得ないから、ちょっと使ってこう。パレッタキック、パレッタシュート。おー、どうしようかな。パレッタキック、通常技からいきますか。敵一体をキックで攻撃。敵を踏む直前に A を押そう。というわけで、じゃあバサバサ攻撃できるから、A ね。はい。あ、こんな感じね。オッケーオッケー。バサバサ攻撃できるのが強いな。あれー、遅いか早いか。早いかな。ダメだったか。じゃあどうしよう。メットをひっくり返しといて、一撃浴びせてく。で、パレッタキックでいっか。バサバサ。これ処せる。お、ナイスよ。こんな感じね。じゃ、ちょっとパレッタシュートもね、後々使っていきたいな。お、どんな技か。かも今の使っちゃっていいかな。どんな技か見たいな。強烈なコーラの体だったり敵を一体攻撃。左を引いて、あ、ヨッシーアイランド的な感じの、この標準ですか。わ、すごいあ、しかもゴークラ強いね。ヨッシーアイランドじゃないですか。卵投げるときじゃないですか。すごいな。これは一気ですね。じゃあ右行きましょう。あ、こんにゃく。さあ、ここは砂かなまた。あ、階段でした。砂降ってきたらさすがにやべえよな。この状況で。さあ。で、あとどこだっけ行ってないの？また戻ってく感じでしょうけど。多分、こんにゃくが壊せなかったところ行くんだと思うんだよね。こっちかな？ここ踏んでく。よし、これで右側に行きますね。さあ、これ何なんだろう。変な置物。アラビン石。変な置物もこれ、後々必要になるんかな？ちょっとわかんないんだけどな。あの陰キャ、ここの主の陰キャ君にあげたりするんかな？見上げたよ、みたいな感じで。バリバリここにあったものなんだけど。さあ、そして、あ、また来るか。ただこっちは強制戦闘じゃない。ただ、めっちゃ来るな。追いかけてきてんな。どうしよう。パレッタじゃちょっときついか。ピンキーにしとくか。あー、遅かった。めっちゃ追いかけてくんじゃん、お前。さあ、というわけで、ここで貫きハンマーの出番ですね。防御力無視したダメージ。これでマリオのハンマーでも、2ダメージ与えていくことができますね。さあ、行きましょうか。せっかくだから、じゃあまたパレットで。あ、4か。強っ。4くらうんだ。強いな。そっか。スーパーハンマーになったから攻撃力が上がってるんだね。忘れてた。じゃあ、そうだな。また FP 使って、こいつを倒していくか。お、ナイス。強い非常に強い。いいですね。で、FP もちゃんと出てきてくれる。ありがてー。で、すっきり爽快もあるからさ、回復もできるわけですよ。他の戦闘で。雑魚敵との戦闘で。これが非常にいいですね。もう、ちょうど強すぎる。というわけで、あと行ってないのはどこだ？この右か。あ、ここか。めちゃくちゃ迷ってたわ、俺今。どこに進んでいいか分かんなくなってたわ。危なかった。引き返すのだ。今ならまだ間に合うぞ。おとなしく引き返さないと、ひどい目に遭わせるぞ。本当だぞ。後悔しても知らないぞ。後悔すんだ。お前の方だ。この俺がここに来てしまったことをな、後悔するんだ。なるほどね。ここになんか入れてくる感じなのかな。ただちょっとどこに入れていいか分かんねえから、なんかまたギミックがあるんでしょうね、きっと。さて。こっちかな。これ下かな？こっちかな。いやー、なんかほんとさ、もう同じ場所に見えんだよね。似たさ、通路が多すぎてさ、マジで迷うわけ。あれほら、またさ、こういうさ、迷うさ、やってくんじゃん。見たんだよ、ここ前にも一度。通ったのよ。ほら、ここでしょ？やっぱりな。そういうことか。下に繋がってんだな。ってことは新しいとこじゃなかったってことだ。本当に見てたってことですね。これはもう上行けないかな。いけねえな。じゃあまた戻んかよ。鍵あったっけ？俺鍵持ってましたっけ？あったわ。普通にこっち行けたわ。鍵持ってたんだな。探索してってね、それすら忘れちゃうっていう。さあ、また砂落としていく感じかな。で、あのワウワウが来るんでしょ、どうせ。わかるよ。なんとなくわかるよ、もう。この遺跡についてだんだん理解してきましたよ。そうだな、もう半年同性カップルくらいまでの理解度は多分進んできたよ。うん。来ないですね。はい。何にも分かってなかったです。すいませんでした。謝ります。こっちかな。あ、で、ここ行けるようになったんだね。はいはいはい。で、こんにゃくぶっ壊していく。これなんか月のやつまた手に入れました。月の石。三日月の形をしている。お、いいですね。上かい壁から出てくるんかと思ったら、まあ、本当に、まだまだ理解できてなかったわ。俺、この遺跡のことを。分かった気になってた。バカな彼女みたいな感じですね。バカな彼氏みたいな感じですね。勝手に相手のことを分かってる感じな、気になっていた。アホなね。アホな片割れですわ。さあ、これではもうパレットシュートでやっちゃいましょう。よし、アランドータークいいですね。5ダメージはでかいのよね。さあ、さて、8スターポイント。またいい感じに溜まってきますね。もう1レベルくらいお金が欲しいの。もう1レベルくらい多分ね、上げてもいいかもしれないね。つか上がりそうだね、普通に。ボス戦行くまでに。さて。で、次はどっち行ったらいい？ここにさ、何を入れるかがちょっとわかんないんですよ。あ、上か。こっちの部屋か。なるほどね。なるほどね。了解了解了解。わかった。三角、星、月。鎖骨で覚えておこう。さあ、ここですね。めっちゃ声が裏返ったんだけど。鎖星ですね。あ、鎖骨ですね。鎖骨。こんな感じです。ピカーン！なんかめっちゃ目がギンギラギンに光ってんだけど。マッチかよ、お前。マッチだったの、実は。ワンはマッチ説だった。ギンギラギンにさりげなく階段ができた。目光る必要あったのか。まあ、わかりやすい正解の合図だったね、でも。さあ、回復、ありがとうございます。スターポイントは回復してないんだね。スターパワーか。お、なんか BGM 変わった？なんかちょっとミステリチックになったな。いいね。あー、もうボス戦来ちゃうか。これが最後の警告だ。いい加減に引き返せ。じゃあちょっともう、やってっちゃおう。レベルもう一個上げたかったけど、50はちょっと遠いな。よし。お、真っ暗！なんだ？ファー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 。この笑い方は陰キャだな。もう陰キャ確定ですわ。こんな笑い方するのは陰キャ以外に考えられませんね。お、なんだ？ツタンカーメンみたいな。ツタンカーメンというかスフィンクスみたいな。ワンワンだし。浮いてる、何？マジシャン。体がないけど。お、何？バラバラの実ですか？バラバラの実食ったお前。踊れ、この私の度重なる警告無視しよって。怖がって逃げていくのが常識だろうが、礼儀を知らんやつめ。常識を勝手に決めるな。それはお前の中の常識だって。マリオさんには違いますから。クッパ様の忠実なるしもべ。このカーメン様に逆らったことを後悔させちゃいます。やっぱ陰キャだな、なんか。喋り方が。後悔させてくれるわ、ですね。普通に素でいいんじゃないかな。ここまで来たら隠す必要ないだろう。さあ、ということで、まずは、クリオで安定の、罵りを決めてもらいましょうか。で、ナイスで防御してるから多分ナイスをしてしまえば、ダメージ無効化にできるはずなんだよな。見ていきましょう。カーメンだよ。クッパの手下で星の線を見張ってるんだ。俺らが聞いたところによると王様になりたがってるんだって。最大 HP は30で攻撃力が30、防御力0だ。30か。うん、まあ、3、攻撃3あるから、まあ、ナイスをすれば1に抑えられますね。あそこの高いところからここら投げて攻撃してくるんだ。時々使ってくる魔法の攻撃力は2だよ。あ、魔法は2なのか。あと、手下のママも呼び出すんだよ。呼ばれたママは攻撃力、あ、ワンワンの方が強いっていうパターンかな、これ。そうかな。はい。ありがとうございます。そうだね、ステージ入った時の、シレットでワンマンもいましたもんね。そういうことか。いでよ、ワンワン。マリオに噛みついてはやりなさい。来た。こうやってワンマン使ってくるわけね。来るか？このターンはおとなしくしてくれた。どうしようかね。ワンワンも桃尻していきたいんだけどな。ただあいつ、先に処したい。コーラも置いたんだよね。意味深な。あいつ絶対あそこからコーラで攻撃してくるからな。どうしようかな。迷いますね。迷いますね。貫きで最初ワンワン倒しとくか。一応。防御力ありそうだし。貫きでどうだ。あ、倒せた。いいね。体力残るかなと思ったら倒しちゃったわ。まさかの。罵っときたかったんだけどな。じゃあまあクリオ頭突きで、カーメンを。えい！ナイスよ！いいね。オッケー！やっぱそれ使うよね。さあ、というわけで、どうしよう！行くか！連続このターンで倒したくないんだよな。でもワンワン罵っときたいんだよな。どんなやつか見ておきたいんだよな。じゃあちょっと生殺し寸前ぐらいまで行きましょう。できるだけ続けていきたいな、でも。1、2、3、4、5。あー、5か。ダメか。本当だからね、多分無限にできるんですよ、このゲームだと。だからちょっと今俺のコマンドが悪かったんだと思うんだよね。難しいな意外と。パッ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 。私は魔法の天才。我が魔法のストレスを思い知るがよいわ。なんだなんだそういう感じね。あー、ちょっと気づくのが遅かったな。どうしよう。もう一回連続でもいい気がするな。繰り動けなくなっちゃったな。2ターンね。じゃあ、連続いきましょう。あれ ?5 以上いけなくない？これ失敗してると思わないんだけどな。このセリフのせいか。これ飛ばせないようになってるんかな。イデアワンは、よくわかんないな。成功してると思うんだけどな。あれかな？コマンド成功するたびに難易度が上がってくな感じなのかな？ちょっとよくわかんないけど。じゃあちょっとまた、どうしようかな。直しときたいんだよな、できればな。迷う。非常に迷う。もう一回行くか。仮面。で、スッキリ爽快もだんだん溜まってくると思うから。そうだな。11回やります。やっぱこれ止まっちゃうな。よし、ナイスよ。あ、攻撃力そんな高くないな。てか、防御力が高いからか。マリオさんの。超強いです。さあ、じゃあ、罵っときましょう、ワンワン。ワンワンだ。すっかりお馴染みだね。最大 HP は4、攻撃力が3、防御力、あー、防御力3あるんだ。勝った。いや、じゃあ、やっぱ、貫きじゃなきゃ、きついね、こいつ。マジか、3あるのか。体が硬いからちょっとぐらいの攻撃じゃ傷もつかないんだ。噂によると結構こき使われていて、カーメンのことちょっと恨んでた。まあそうだよね。使われ方はね。こんな陰形に使われたらそれは腹立つわ。じゃあちょっと貫きでまた処していきましょう。強いんだな、やっぱこいつ。貫きハンマーもやっぱ強いね。これがやっぱ生きてくるわけですよ。防御力無視はやっぱ強いな。コマン？かわいいマリオさん。あ落ちてきたそういうこともあんの？やば。何あいつめちゃくちゃ情けないんですけど。哀れなやつだな。どうすっかな、あいつ伸びてんだけどな。ジャンプ。連続ジャンプももう使えないし。このターンで処しちゃうか。ね。じゃあまあ普通に、ハンマーで。こんなことあるんだね。じゃあ、クリを最後はやるよ。頼む。よいしょ。よいしょ。お疲れ様でした。2面これでいて、攻略というわけで。33、ありがとうございます。またレベルアップが近くついてきた。うわー！あ、これはお仕置きパターンじゃないの？あ、ワンワンちゃん。ひえー、助けてー友達はみんな大切にしましょうね。こうなりかねないからね。友達は大切にしましょう。さあ、というわけで。ここリボンつけたやつかな？やっぱそうだよね。さあ、二人目の星のせい来ましたね。よし、じゃあ、クリオ、帰ろうか。星のせいスルーすな。星のせいをスルーするってない。さあ、2面楽しかったな。なんか、迷路が多くて、ちょっとね、腰引けてたんだけど、やったら楽しかったです。ステージクリアー！おめでとうございます。ガラガラ砂漠の砂と謎に包まれていた伝説のアラビン石を見つけ出し、魔法使いカーメンをやっつけてマリオたちは二人目の星のせいを助け出すことができました。しかし、マリオを待ち受ける敵もだんだんと手が多くなり、冒険はますます厳しくなります。果たして次の行く手でマリオたちは待ち受けるのはどんな冒険なのでしょうか。さあ、よーし。ということでね、確かに手が多くなってますよね。たらこ唇さあ、クッパパート、ピーチパートか。今回は何をするんでしょうか。ああご機嫌はいかがかな。ビーチービがいつもニコニコしてくれると本当にもう可愛すぎないこいつ。めちゃくちゃ尊いんだけど。残念だけど私とっても気が悪いのよ。後ろのみんなは捕まったままだし、あなたがきっと食われてもめちゃくちゃにしてるでしょ。すぐに元通りにしてくれるならにっくりしてみせるわ。なんかこっちの方がレクタらしいな。なんかクッパの方が俺可愛く見えてきたんだけど、やばいかな。ガハー、それは無理というものだ。マリオのやつが生意気にも、ノコブロスとカーメオ、そして情報のね、伝達がまた早いのよ、このクッパ軍団。もう伝わってるんですよ。なんちゅうこの奴らだったか。可愛い人たちをいじめられて何もしないわけにはいかない。上司の鏡。上司の鏡じゃないですか、これ。今度はケチケチせずに、不死身のドカモンにマリオをやっつけさせることにしたのだ。何その強そうなやつ。不死身のドカモン。不死身ってもう、倒せんのかい、本当に。我が輩の次くらいに強いやつだ。もうマリオのことは諦めるから。マジか。実質ナンバー2ってこと？それがもう3面に出てくるってことか。ええー。なにこれ、ちょっとワクワクするんだけど。あ、来た、ババア。大変でございますじゃ。亀くババアよ。そんなに慌ててどうしたというのだ。実は、何？ドガモンのところから星のせいが逃げ。お。クッパ様、お声が大きすぎますじゃ。ピーチー目に聞こえてしまいます。聞こえたね、バッチね。うん。とにかく詳しい話は向こうで聞くとしよう。その不死身のドガモンという実質ナンバー2のやつから逃げられる星のせいもなかなかすごいんじゃないのか。誰なんだろう。ティンク、さっきの話聞こえた？はい、聞こえました。星のせいの様が逃げ出した。ティンクどんな声だったっけ？それと不死身のドガモンっていうのも気になりますね。こんな感じだったっけ？マリオさん、勝てるでしょうか？ドガモンのことを少し調べてみましょうよ。何か弱点とか分かればマリオを助けられるわ。そうですね。それじゃあ、早速この絵が。もうなんか立夏みたいになってんじゃん、抜け出すのが。ね。ふかふかのペット、ハート。ビーシキベの大好きなお花、とってもいい匂い、ハート。あ、これは窓、ハートではなかったね、さすがに。さすがにこれ、窓、かっこハート出たらもう、俺はもうモニター割ってましたね、今のところね。絶対割ってましたね。うん。まあ、口だけなんですけど。さあ、ここかな。今回は何するんかな？なんか図書館的なとこに行くんかな？また日記を覗き見る感じなのかな？どっちでもいいんだけど、あの可愛い日記も見たい気持ちはぶっちゃけあるんだよね。どんなね、あの日記が付け加えられてるのか気になるとこでは正直ある。さあ、安定のクッパの部屋？こっちかな？あ、日記なくなってる！さすがにちょっとこの辺気をつけ出したか、あいつも。ピーチ姫に見られたらまずいのだ。ね。お、見張りがいるみたい。見つからないようにしてください。はーい。あ、なるほどね。スニーキングミッションか。さあ、どこに行ったらいいのかな？こっちかな？適当に入ってるけど。あ、ここっぽいじゃん。図書館っぽいじゃん、めっちゃ。はーい。さあ。この視野がガバガバね。おなじみのこのゲームな感じですよね。さあ、行きましょう。目の前しか見えてないからね、こういう時のコンピューターは。音とか関係ないからね。さあ、こうやっていけちゃうわけですよ。視野狭。ほんとね、都合がいいですよね。おーっとバッチリ目がくらんだ。普通に今バッチリ目がくらみました。いやー、欲というものは恐ろしいものですね。ポコパン。意外と扱いちゃうつ。あー、しょうがない。また行きますか。何回でも捕まって大丈夫なんだな、この感じだと。あ、で、ここショートカットしてくれるんだ、ちゃんと。ありがたいですね。さあ。何回でもいけます。ピーチ姫という、この階級というか身分のね、この特権を生かして、何されても許されていくスタイルでいきましょう。何しても許されていくスタイルでいきましょうね、もう。大丈夫です。捕まっても大丈夫。悪いことしても大丈夫です。殺されないですから。ピーチ姫ですからね。クッパの大事なピーチ姫ですから。さあ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 、この身分に存分にあやかっていきましょう。こっち来る？来ない。ざまー。さあ、これ欲しいな。ピンチで頑張る。マリアがピンチになると攻撃、あ！これは、ちょっとあれだね、チートに片足を突っ込むやばい系のチップですね。これの上位互換が確かやばいチップだと思うんだよね。チップじゃねえや。バチだと思うんですよね。さあ、ここかな？あ、上になんかキンキのあんじゃん。キンキのも欲しかったな。なおい、知ってるか？ドガモン様のこと。聞いた話ではお化けが大好物らしいぞ。お化け食べんの？ひえー。ドガボン様って、迷いの森の先のずっと奥におられるあのドガボン様だろう。迷いの森。確か今、星のせいの一人を見張っておられるんだったよな。そのドカボン様だけど、ピューピューヒルの頂上にあるお城に住んでる、なんか可愛いところに住んでますね。もう、ドカボン様のお城の近くには、お化けのテレスたちが住んでる屋敷や集落があって、そこへ時々テレスを捕まえに行くらしいんだ。そんでもってテレスを捕まえると頭からむしゃむしゃ食べちゃうんだって。ひえ、恐ろしい。そんなの聞いたら夜中にトイレ行けなくなっちゃうよ。夢に出てきそうだ。あと、ドガボン様って不死身らしいぞ。何をされても全然平気で傷一つ負わないそうだ。そう、これが気になるよね。不死身っていうのがどういう仕組みなんだろうっていう。もしかしたらクッパ様より強いのかもしれないぞ。おい、ナンバー2じゃなくてもナンバー1疑惑が出てきたじゃん。アマンジって部下のポジションにいるやつ疑惑が出てきたじゃん。マジか。そんな強いのか。聞いたドガボン様にも弱点の一つや二つあるに違いないさ。そういえば、人に知られたらまずい秘密があるらしいって噂が。それ、昔はドガボン様って全然強くなかったという話も聞いたことあるぜ。訳ありっぽいな。しー！こんな話をしてることがドガボン様に身に入ったら俺お化けしか食わないっていう話とピューピューヒルに住んでるっていう話を君たちさっきしてたばかりじゃないのか。でも一体ドガボン様の不死身の秘密ってなんだろう。知らないよ。誰も知らないからなんか哲学を語り出したぞ。そうだね。誰も知らないからそれを秘密するんだ。うん。弱点があるっぽいですね。ん？お、今、話し声が聞こえなかった。あーい、バレた。ドキッ。俺たちがここで喋ったのがバレたかな？おーい、もう、お前さ、そういうガバガバなことしないでよ、せっかく。もうちょいいい話聞けたのにさ。緊急キノコもあんのに上にさ。あやーん気色悪い声出しやがって、もう。さあというわけで、ピーチパンと意外と仲いいのが腹立つよな。マリオちゃんありがとう。あ、どういう声でやったらいいかな。普通にか。マリオちゃんありがとう。おかげでやった私も不死のリンクに戻れる。私の名前、マール。よろしくね。マールさんか。まだまだ道のりは長いけど、きっとあなたならピーチ姫を助け出すことができるわ。おしな生たちなんか個性があっていいな。結構なんか、幼い感じしたんだけど、喋り方からすると結構大人な感じの女性かな。マールってことはもうママみたいな感じだから。ね。そう。どんな技かな次。万歳。さあ、スタバー2。ママの子守唄という星のさ、やっぱりママなんだね。子守唄。眠らせる系の技かな。ママの子守唄は敵全体を眠らせる技だぞ。そのまんまでした。ピーチになったら私を呼んで。本当の私はすごいのよ。なんたって星のせいなんだから。そう、今クッパがスターのせいを持ってるのも星のせいですね。うふ、力がみなぎってきたわ。頑張りましょうね、マリオちゃん。はーい。捕まってる他の星のせいたちを早く助け出さなくちゃね。ナイス。はいはい。ファイト、ありがとうございます。ファイト一発ですね。頑張っていきましょう、今日も。さあ、というわけで、一段落したので、今回ちょっとこの辺にしとこうかな。というわけで、じゃあ次回、キノコではまた戻る感じでいいんかな。戻って、情報集中しつつ3面に向かいましょうか。というわけでお疲れ様でした。今回はここら辺で失礼いたします。さよなら。噛んだ。